協会憲法プレゼンツ元気にコネクト。この時間は協会憲法の提供でお送りします。こんにちは、フリーアナウンサーの川村美穂です。ここからは協会憲法プレゼンツ元気にコネクトのコーナーです。健康についての意識を高め、今日より元気な明日に向けて、私川村美穂が明るく楽しくコネクトしてまいります。よろしくお願いします。スタジオは協会憲法東京支部支部長柴田純一郎さんです。柴田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今週はもうお一方、心強いドクターコネクトにお越しいただいております。先月に続いて2度目のご出演になります。東京都医師会理事で活性キッズクリニックの院長、川上和恵先生です。川上先生、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ柴田さん、早速ですが、はい、川上和恵先生をお迎えしまして、今日はどんなテーマで健康ライフにコネクトしていただけますでしょうか。はい、いよいよ12月も中旬で、そうですね、今年も残りわずか、はい、それと寒さもだんだん厳しくなってきて、いよいよ風邪とか言われるシーズンになってきたかなと思いますね。そうですね、咳や鼻水が出たり熱が出ると普通に風邪をひいたって言いますよね。言いますね。でも風邪って病名は実はないんですよね。症状はありますけど。そうなんですか。そうなんです、はい、そんなようなことと、そして風邪の症状を自分自身で何とかできないのかなというようなところも含めて、今日は和恵先生にお話をしていただきたいなと思います。はい、それではここからは川上和恵先生にお話を伺っていきます。柴田さんから風邪という病名はないというお話ありましたが、私たちがよく言う風邪ってどんな病気なんでしょうか。はい、まず風邪っていう病名は正式にはないんですね。風邪症候群と言います。あるいは感冒とか、はい、急性上気道炎といって、鼻とか喉といったところに何かが起きてるよっていう病名なんです。で、まあ、多くの方が風邪ってイメージするのは鼻水、鼻づまり、くしゃみ、はい、あるいは咳、熱というあたりじゃないかと思うんですけれども、まあ、こういったものが一般的には風邪と言われていますね。ただこれらの症状って、はい、インフルエンザとかコロナでも見られる症状なんですね。ですから俗に言う風邪はこういった病名がつく他の病気を除いたものということになります。なるほど。風邪かもって思った時はどうすればいいんですかね。市販のお薬飲んでもいいんですか。はい、症状が軽い時、あるいは休日とかで、まあ、今手持ちのものが何かあるというような時には使っていただいてもいいと思います。はい、ただこれは赤ちゃんの場合にはちょっとやめていただいた方がいいかなと思うんですね。まあ、風邪をひいた時、ご自分でお手持ちのお薬とかを使うことをセルフメディケーションって言います。でそこにはある意味自分自身の健康、それから病気に関して責任を持ってご自身で判断をするっていうことが加わってきますので、深く考えると難しくなってしまうんですけれども、軽い症状の時に市販で手に入るようなもので1日2日その状態をしのぐ、症状を和らげるというのがセルフメディケーションです。風邪をひいた際のセルフメディケーションで市販薬を上手に使うなんかポイントかなんかあります。はい、まずはご自分の今困っている症状が何か、それを一番困っているもの、二番目に困っているものというような形で挙げていただいて、でお薬を選ぶときにも、例えば咳が辛いのであれば咳を沈めるよって書いてあるものを選ぶ、鼻水が辛ければ鼻水が止まりますよといった形の風邪薬を選んでいただくと、より有効だと思います。ただですね、その中で気をつけていただきたいのは、お薬によっては眠くなる成分が含まれている場合もございますので、例えばお仕事で車の運転をなさる方の場合には眠くなる成分が入ってないものを選ぶっていうことも必要です。それってパッと見てすぐ分かんない場合って、薬局の薬剤師さんに聞くっていうのもいいんですかね。そうですね、これから購入しようっていうような場合には薬剤師さんに聞いていただくと、教えてくれますので、また効能書きを見ていただく、パッケージの箱の外側にも、眠くなる成分が含まれてますよっていうのは書いてありますので、そうですか、そちらを確認していただくといいと思います。あとは
基礎疾患がある方の場合ですね、うん、その場合にはお薬の飲み合わせということもありますので、事前にかかりつけの先生と相談しておかれる方をお勧めします。はい、症状によってご自身で判断することも大切ですね。そうですね、はい、ただそれも1日2日ぐらいに留めていただいて、それで良くならないときにやはり医療機関を受診していただきたいと思います。先生ありがとうございました、はい、それでは最後に柴田さん一言お願いします。はい、先生から風邪の症状についてこのような時はこうするというようなお話をいただきました、はい、まあ、セルフメディケーションで、自分自身でお薬を服用するというところもありますけれども、まあ、症状によってはやっぱり病院行く必要もあろうかというふうに思いますね、はい、特にお子さんの場合は気をつけた方がいいよということでしたよね。そうですね、特に乳幼児の場合には体力がないということもありますし、はい、症状が急速に進む場合もありますので、うん、そのあたりは見誤らないようにということと、心配な時は遠慮なく医療機関を受診していただくのが基本だと思います。そうですね、であとは寒いんで、うんうん、自分自身でお薬ではなくて、うん、まあ、着るものを調節するとか、ね、マスクをする、満員電車とか何かはやっぱりマスクを心がけた方がいいのかなとも思いますよね。あと乾燥してるんで、うん、やっぱり保湿、はい、これが必要ですし、家の中でもそういうこともやった方がいいというふうに思います。ぜひ自分自身で栄養も取りながらできることはやっていただけたらいいなと思います、はい、一番重要なのは、はい、やっぱり睡眠です。そうですね、うんうん、いろんな意味で全てにやっぱり睡眠が重要ということですね、はい、ありがとうございました。ということで今日はいわゆる風邪と風邪をひいた時のセルフメディケーションについて、東京都医師会理事で風邪キッズクリニックの院長川上和恵先生、そして協会憲法東京支部支部長の柴田純一郎さんにお話をお伺いしました。川上先生、柴田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではとにかく元気を出したい時に聴く曲のリクエスト、元気にコネクトソングをお送りします。神奈川県横浜市のラジオネームチャリンコ佐藤さんからのリクエスト、松任谷由実でデスティニー。お送りした曲はラジオネームチャリンコ佐藤さんからのリクエスト、松任谷由実デスティニーでした。元気にコネクトではリスナーの皆さんがとにかく元気を出したいときに聴く曲、元気にコネクトソングのリクエストをお待ちしております。またこのコーナーで取り上げてほしい疑問や質問なども募集中です。メールアドレスはconnect@tbs.co.jp connect@tbs.co.jp、 すべて小文字です。懸命に元気にコネクト係とお書き添えの上、お気軽にお送りください。以上、協会憲法プレゼンツ元気にコネクト、川村美穂でした。ありがとうございました。協会憲法プレゼンツ元気にコネクト、この時間は協会憲法の提供でお送りしました。TBS